こんにちは、よしみです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。いつもコメントやグッドボタン、そしてメンバー登録いただいている皆様もありがとうございます。前回のジョジョ、難解さここに極まれりとコメントしてくださってた方がいらっしゃったんですけれども、本当にその通りで、1回見てそして見返してもなかなかね、全部のいきさつを理解するのが難しかったんですよ。これから先のエピソードも見ていかないと解けない謎もあると思うので、続きを見ていきたいと思います。チャリオッツレクイエムの行方、そしてボスとの戦い、どうなるんでしょうか。本日は第37話を見ていこうと思います。娘よ、恐怖は過去からやってくるのかな。なんだとよね、やばいよね。トリッシュ、トリッシュやばい。あー、ぶち洗っていい。おなんだこの効果音、オープニング。おお、すべてが交換音入りになってる。おお、ぽぽぽぽぽぽぽ。いろいろオープニングの仕掛けが見逃せなくなってますね。いよいよジョルノとの対決も近い。じゃんじゃんじゃん。おほエピソード37、キングオブキングス、王の中の王。もういっぱい体があるよ。うっそ、嘘嘘。肉体から抜け出たの。うわ、刺さっちゃった。今ミスターの肉体はボスが操ってる状態。スルーしてる。しかもボロボロにささくれて。うわ、何何何が起きた。この煙は、あ、みんなの魂が抜け出てる。ミスターも出てきた。ジョルノは、おハブジャラティ。ああ、チャリオツレクイエムを攻撃したのか。個人個人の、何これ、ジッパーつけたよ。説得しようとしてるよ、ボス。必死だねボス。お、ジッパーで破壊。お、大丈夫なの、ブチャラって元に戻って今。トリッシュをギリギリセーフで助けるためなの。あ、ブチャラティ、黄金の精神。ブチャラティが黄金の精神だったんだ。
ここでお別れなのか。ブチャラティここでお別れか。すごいこと言ってんだよボス。手がボロボロよ。あ、戻った。きついねミスター。ちょっとチャリオツレクイエムをなんか倒す下りが仕組みがまだよく分かってない。ミスター、プチャラティはね戻ってこないんですよ。ここまでなんで動いてたのかもさ謎なぐらいだから。すごい死だねブチャラティの死が。みんな戻った。チャリオツレクイエムあのまま暴走してたらみんなどうなってたの。何になってたっていうのまだ全然わかんないですよ。ボスもさ、なんかこう弾みたいなさ破壊したじゃん最初。かなりプライドが高いねボス。結構ボスの出世の秘密も謎よね。なんか生まれた瞬間から二重人格だったじゃんこの人。トリッシュ、ここでジョルノとディアボロ対決。あー、矢を持ってるよ。そうなんだ。おお、オープニングのバトルが。いきなり来た。おお、自分のスタンドを。感謝してるよトリッシュに。うん、そういうことか。余地を見てる。どうなるん。わあ、予知通りに落ちた。エピタフ。相変わらず難解だわ。背後に回った。そういえばポルナレフいなくなってる。うわ、ジョルノ。あ、矢がつかめない。え？うん。その先に行ったゴールドエクスペリエンスなの。お、入ってっちゃった。ドド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 。矢が。おお、猛烈攻撃してきた。柄が破れて。矢が人を選んでるの。
どうなったゴールドエクスペリエンス。なんか第二形態みたいなのになってる。おお、強そう。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。うわおー、レーザービーム。えぇ、めっちゃサソリ。やば。真実。目力すごいよ、ジョルノ。無敵の感じめっちゃ出てる。そうね、暴走してないね、コントロールしてるよね。ポルナレフいなくなってしまったの。チャリオッツレクイエムなくなったしね。予知で戦えるのかな、ボス。結構ポジティブだね、ボス。よく喋るね、本当にボスは。あ、来た。ミスターも撃ってたし。どういう、お、弾が。お、目をつぶし。定番の目つぶしよね、これは。結構地道な戦い繰り広げてるよね、ボス。予知。戻る。戻った。戻ります。時を司る系なの、やっぱ。うおあ、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 おおおこれはアニメだからさ、表現できるけどさ、結構コミックだとわけわかんないんじゃない？喋った。私の前に立つものは、え？ジョルノですら。ちょっと待って、難しい。初めから何も動いてない。無駄が来た。すごい無駄無駄だったね、今日も。今回も引き続き難解な回だったんですけれども、私なりにちょっとまとめてみようかと思うんですが、難しいですね。まだ1回しか見てない状態なので。まず一つは、ブチャラティがここで
離脱してしまったということ、ブチャラティの去っていく精神がね、黄金に輝いていたので、この5部のサブタイトルである黄金の風というところ、ブチャラティの精神は黄金の精神であったということの表現だと思うので、思えばここの時点までブチャラティがもう生きてるか死んでるかもわからないような状態でこうして喋ったり戦ったり活動できたのはジョルノの力もあったと思うんですけど、ジョルノとブチャラティの精神力によってここまでなんとかやってこれたっていうことなんでしょうかね。ブチャラティはトリッシュのことをちょっとこう愛してたのかなと思いましたので、トリッシュの命がねギリギリやばかったところに助けに入るような形で最後の力を発揮したのかと思います。でチャリオッツレクイエムに関しては結構謎が残るままなんですけれども、あの自分の精神の後ろに光る玉みたいなのを破壊することでチャリオッツレクイエムを攻撃できるっていうことはなんとなく、まあ、前回の件も踏まえて分かったんですけど、ホルナリフはチャリオッツレクイエムの消滅とともにいなくなってしまったのかっていうね、すごく静かにいなくなってしまいましたけど、もう昔から言われてる矢は持ち主を選ぶっていうことによって、またそれが発動してボスは矢に選ばれなくて、チャリオッツの主であったポルナレフとか、あるいはジョルノとか、矢が持ち主を選んでその持ち主のスタンドの中に取り込むことができるっていうことだと理解したんですけれども、ポルナレフはねレクイエムをコントロールすることはできなかったけど、ジョルノは見事にレクイエムをコントロールしていましたね。でそのジョルノのゴールエクスペリエンスレクイエムの能力なんですけれども、ここがね本当にまた難解で、なんかレーザービームみたいなのも出してたし、ディアボロの能力に対抗してたこと、そこがねちょっとまだ全部は分かんなかったんですけれども、まあ、ディアボロの絶対的な結果、必ず起きる結果っていうものを打ち消す力があるっていうことの理解でよろしいんでしょうか。その具体的な仕組みっていうことはまだ全然わかんないんですけれども、まあ、とにかく無敵なんだなっていうことは十分感じる描写でしたね。最後もディアボロに全く手出しさせないまま無駄が繰り広げられてましたから、完全にこれはジョルノの勝利かなと確信しているところです。考察はこれからまた長くなりそうですが、次のリアクション動画でまたお会いいたしましょう。ではでは。